韓国青瓦大の定義を国家安保室長は23日、ロシア軍用機が同日午前、韓国領空を侵犯したことと関連し、ロシアに怖く抗議した。青瓦大の公民帝報道官によると、提室長はニコライ・パトルシェフロシア連邦安全保障会議初期に対し、我々は今回の事態を非常に重く見ており、 このような行為が繰り返された場合、より強い措置に出ると抗議のメッセージを伝達。また、連邦安全保障会議において状況を把握し、適切な措置を取るよう要請すると述べた。